グスタフ・ヘーゲルグスタフ・ヘーゲルはドイツの軍人。ナチス・ドイツの時代、新衛隊の隊員としてブーヘンバルト強制収容所の公金区域責任者などを務めた。最終階級は新衛隊上級総長。ヘーゲルは1941年12月15日から1945年4月11日までブーヘンバルト収容所に勤務した。 当初はブロック長を務めていたが、1943年2月から1945年1月までは、公金区域責任者として勤務。この期間中、ヘーゲルは350件から400件程度の処刑の準備を担当した。また、仮想場で行われたコマンド99によるものとされる50件から70件程度の処刑の場にも居合わせている。 1945年1月から4月まで、監視中隊付き小隊長やコマンド長などを務めた。逮捕後、ダッハウ裁判の一部である、ブーヘンバルト主要裁判において、31人の被告人の一人として起訴された。ヘーゲルは連合国軍捕虜の虐待について、ある目撃者から告発された。ヘーゲルは2、3件の処刑に関し、自費心による銃撃を加えたことを認めた。 1947年8月14日、ヘーゲルは、抗金区域責任者としての地位のため、ブーヘンバルと強制収容所における主要な業務に関与していたと判断され、公主刑による死刑が宣告された。ただし、後に終身刑に減刑されている。1950年代には、ランツベルク先般収容所から釈放されたと思われる。以後の消息は不明。ありがとうございます。